こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です、えー。私は世界一周をしながら、副、ま、業、あ、サポートをして暮らしています。そこでね、えー、美貌力を兼ねて、まあ、海外旅行のコツというのをまとめてみました。何しろ、ここに書いたことね、えー、自分でも端折っちゃって、ああ、ちゃんとチェックすればよかったなというのがね、たびたびあるんで、まあ、この機会にちょっとまとめておこうかなと思って、まあ、ここにメモしました。 まあんまり、あ、旅,旅行慣れしてない方はね、旅行前に見ていただくと、まあ、参考になると思うんで、えー、ぜひ参考にしてください。まあ、海外旅行のコツということでね、まず旅行行こうかなと思ったら、まあ、航空券、ね、飛行機代いくらかかるのかなというのを調べようと思います。でこれね、航空券予約方法によって20万以上違うことがあります。これ20万以上って別に ビジネスだからあるいはファーストだから20万以上違うわけじゃなくて、エコノミーでも、ねえー、旅行が間近に迫ってきた場合はね、えー、本当にもう間近だと定価でしか売ってない、えー、ところと、間近でもまだ割引料金で買えるところとありますんで、その違いを比較するとね、た、えー、や10万以下なのに肩や30万と、ね、30万のとこしか見てないと、直前だからしょうがないかなっていうんで、30万で取っちゃったりするんですけど、 まあ、かなりもったいないですね。えー、予約方法によって、まあ、20万以上違うと。逆に言うと、まあ、きちんとチェックすれば比較的最安値に近い金額で、えー、旅行ができるんでね、ここは徹底的に、えー、比較した方がいいです、まあ。割高にエコノミーを予約する、同じ価格でビジネスクラスに予約できることも珍しくないと。ね、でこれは人によってまちまちですし、反論もあるでしょうが、 同じ場所に行くならね、えー、まあ、エコノミーで行っても、ビジネスで行っても、エコノミーが10時間、ビジネスが5時間で着くわけじゃないと、安い方がいいじゃないかという方が、大多数の意見だと思うんですけど、まあ、逆に私は、エコノミーだとね、えー、もう5時間乗ってるのも、まあ、疲れたの早く使わないかなって感じなんですけど、まあ、ビジネスだとね、逆に10時間乗ってても、ああ、もう1回ぐらい乗ってもいいのにねと、 いいうぐらい快適なこともあるんで、ねまあ、特に標準的な日本の方は1回の旅行でねだいたい1週間長くても10日程度だと思うんで、まあ、その1週間か10日程度のうちね丸1日前後飛行機に乗ってるわけですから、まあ、飛行機を快適にするっていうのは、ね、かなり旅行のポイントとして重要じゃないかなというふうに思います。ね、可能な限り、ね、できればビジネススクラスに乗って旅行すると 飛行機、長くて嫌だなと思ったけど、楽しいじゃんというふうにね、変わることもあると思うんで、ビジネスクラスの旅行、おすすめです。もっといい、旅行代理店でプレミアムエコノミーを予約するより、航空会社直でビジネスを予約した方が安いということもあると。これ、単純に安いという場合もたまにあるんですけど、例えば、航空会社によってはね、ビジネスクラスだったら、空港までの送迎サービスがついてると。 ね、片道だけって場合もありますけど、まあ、家からタクシーで行けるという場合もそういうサービスつけてるところも結構ありますそれから中東の航空会社なんかだと、えー、例えばヨーロッパに行く時ね途中のアブダビあたりで5つ星ホテルに1泊無料と、ね、送迎付き1泊無料というサービスつけたりしてる場合もありますそういうのを考えるとね、まあ、航空会社直やっぱいいなと、ね、これが基本です 私も、ね、いつ以来ツアー使ってないか覚えてないんですけど最低限10年以上航空会社以外で予約したことないです代理店も使ったことないですもうインターネットで航空会社直で予約できるようになってからは航空会社直の予約以外はしたことがないという形なんでやっぱりね航空会社直の予約がおすすめで航空会社直なら テレビクラブとかいろんな代理店が潰れたりしますけどたまにそういうことも滅多にない航空会社が潰れたらしょうがないですけど今までのところほとんどの場合、ね、航空会社が潰れる時はどっかが引き取って、ね、それで引き取った先が乗せてくれるというケースが多いんでね、まあ、やっぱり一番リスクの少ない予約方法は航空会社直得点もついてるそれから予約時に座席指定ができる場合も多いと。 うんまあ、航空会社直以外で予約するメリットが私にはいまいち見つからないです。で、私の航空券の予約手順は、まずパターンが2つありまして、パターン1はね、まずスカイスキャナーで渡航先の航空ルートと料金をチェックします。これはね、えーまあ、何度か行っていればおよそ分かるんですけど、しばらく行ってなかったりね、時間が経っちゃったりすると、えー、就航都市が変わったり、つながりが悪くなったり、料金が変わったりしてるんで、 どこの航空会社を使うとどういうルートで行っていくらぐらいかっていうのをまずスカイスキャナーでチェックしますで次にそのスカイスキャナーで出てきた航空会社で特典航空券で、まあ、ファーストクラスかビジネスクラスを取るとタダ、ね、で旅行するとでマイルが足りない時は、まあ、例えばねあらかじめどっか旅行先があってそこのマイルがあ、まあ、ビジネスかファースト取るには足りないなと思った時はね結構ね半額とかで マイルを売ることが割とあるんで、そういう時に買っといたりします。で、パターン2、ね、マイルを使い果たして航空券を買うき、まあ、スカイスキャナーで渡航先の航空ルートと料金をチェックするとこまでは一緒です。そして、スカイスキャナーでチェックした航空会社のサイトで日付やルートを変えてお得な航空券を予約すると。ね、私の場合、1回の旅行がだたいね、えー、短くて1ヶ月とかね、長いと3ヶ月以上なんで、例えば、 まあ4ヶ月にしても航空料金が変わらないケースもあれば 3,、えー、と3ヶ月を超えるとぐんと高くなる場合もあるし日系の航空会社なんかだとね、1ヶ月を超えるとぐんと上がっちゃったりするというのがあるんでね、いつ出発ってことだけじゃなくて何日間の旅行で行った方が得かっていうのもえこの時にいろいろ比較してみます。 で先ほど言ったように単に比較だけ、ね、価格だけでなくビジネスの場合は空港送迎やホテル無料資格の特典がないかとかあるいは、ね、マイルのボーナス加算があったりする場合もありますしまたエコノミーを利用する場合は、ね、予約時に座席指定ができてその座席指定で非常口前とかねあるいは例えば A380 なんかの2階席にすると窓際の席はね荷物入れがあって便利とか長距離乗るときはね荷物入れがあると便利とかそういうのもあるんでえーシートグルなんかシートグルってねどのシートが快適ってのあるんですけどそのシートグルなんかも参考にその快適なシートが予約時にえ予約できるかというのもね比較して予約してます これらの、ね、特典その、えー、送迎サービスとか、ねえー、座席指定っていうのはもう、まあ、旅行会店、代理店通しちゃったらこれ普通使えないんで、やっぱ時価の予約が圧倒的にいいなということでね、とにかく比較すると、ね、それと時価、えー、に予約するというのが、ね、航空券予約の時のポイントです。で、ホテルの予約。まあ、これも、ね、ホテルの予約も予約サイトによって1泊1万円は平気で違います。 で航空会社と状況が違うのはこれ例えば大きな旅行代理店 JTB とか日本旅行とか、ねえー、なんかだとその海外の,、ねえー、そのホテルの部屋を多分この部屋はまあそこ専用とかねあるいは年間何泊以上はそのホテルと予約を必ず取るとかっていう契約があるみたいで、まあ、直前になると、ね、こんな安くていいんかいねっていうような値段でたまに出てたりするんで、ねえー、これはもう直が一番安いとは限らない。 まあ一応直が一番安いですよって言ってるヒルトンとかねありますけどまあえそのヒルトンのねえ普通の部屋泊まるよりまあ近所のねその HIS が契約してる同程度のホテルのスイートの方がえ若干安かったりあるいはちょっと足せばねクラブラウンジの部屋泊まれたりってことがあるんでまあこれはホテルもねえうまめに比較しますで私のホテルの予約手順はまずホテル .com あるいは Google ググマップでね、えー、ホテルと、ね、あるいはアコモデーションとか入れてね、5つ星のホテルの場所と相場をチェックします。これはあの、5つ星ホテルに泊まらない場合がほとんどなんですが、利便性や安全性をチェックするのに、5つ星ホテルの場所をチェックします。私はあの、いいワインをね、グラス売りしてるとか、いいワインが、えー、置いてあるレストランとかが好きなんで、それはね、大抵やっぱりね、5つ星ホテルがあるような場所の近くにあります。 まあ日本で考えると分かりやすいですけど、えー、五つ星ホテル、ね、いいホテルは大体東京駅周辺に固まってて、東京駅周辺で、ね、あるいはまあそ、そ、え、か、ー、エビスとか、まあ、新宿もあるか。まあ、何しろ便利ですよね。繁華街、繁華街に近くて、えー、それほど危ないところもないという場所が多いんで、まず五つ星ホテルがある場所をチェックして、まあ、その周辺でホテル、あるいはエア r ー NB の部屋を探すと。 5星ホテルに予予算なで泊ままれるなら予約しますただ、大抵予算オーバーですね。すんごいホテルの多い、えー、どこだあれ、ロサンゼルスとか、あるいは、ね、海外じゃないけど、東京なんかだと、ねえー、直前とかねな、なぜか空いてる時期なんでしょうかね、すごい安く、えー、ホテル5つ星泊まれることがあるんで、そういう時はは、ね、5、えー、つ星泊まりますけど、大抵はね、 まして人気の都市の五つ星っていうのはね、10万で泊まれるかどうかっていう世界なんで、あんまり、えー、その長く旅行する場合の対象にはならない。えー、そんなわけで、まあ、私の場合は主に Airbnb を使ってます。で、この時、ね、Google マップのストリートビューで街並みや外見をチェックすると。ねまあ、これを怠ると、すんごい坂の上にある眺めのいいとこだったんでね、えー、超買い物不便で、 へきへしたと、ねえー。ニースで泊まったとこそうだったんですけど、まあ、チェックしときゃね、もうちょいここじゃないとこにしたなっていう反省がありましたね。えー、で、Airbnb は、まあ、なんだかんだ言って英語ができないと、た、まあ、多分スムーズには泊まれないと思うんで、まあ、短期の旅行のときは Airbnb なしでいいのかなと、ね。英語できない場合はね。で、予算内で泊まれるホテルをチェックすると。で この時も、ね、町並み、ね、もうその予算が少なくて街、ね、並みチェックすると、ねえー、なんかポンコツみたいな車が止まってて落書きだらけというような場所例えばバルセロナで安いホテルがあるとこってそういう場所なんですけどこれは、ねえー、特にカップルとか女性だけの旅行だともう。 トラ,トラベルはトラブルとかね、えー、そんなこと言ってる場合じゃない事態になったりとか、怖い思いをするんで、やめた方がいいです、ね。予算内で泊まれるホテルが今つ一つなら渡航先を変更するというのも、えー、妥当な考え方かなと。まあ、例えば、パリやロンドン、シドニー、ロサンゼルスなど、ホテルの高い場所で、まあ、2万円以下のホテルに泊まって快適な旅をするとかっていうのは、まあ、想定に無理があると。ねまあ、3万で我慢して、まあ 部屋は狭いけど、まあ、危ない地域じゃないなというような、ね、ホテルはあるでしょうけど基本的にやっぱ5万以上払わないとこの辺の大都市の人気の場所は、えー、厳しいかなという感じですね。でホテルはまあいろいろ調べる比較するっていうのも大切ですけど、まあ、そもそも自分と予算に合った都市なのかどうかというところをね、えー、考え直すこともあるんでまあ さっきの航空券の前にもしかしたらホテルをチェックしてから渡航先を決めた方がいいかもしれないですね。それと、旅行に持っていくおすすめのスーツケース。これあのリモ,アリモアとかね、ゼロハリバートンとかビトン、まあ、人気ですけどやめた方がいいです。まあ、ボロボロになる場合もあるし、まあ、高いスーツケースは盗難の可能性がアップすると。 これね、もうほんと乱暴に投げますんで、まあ、多分飛行機ね、えー、10回乗って、えー、無傷と、ね、かすり傷は傷に入れなくても無傷ということはちょっとありえないと思います。で、高いスーツケース盗難の可能性がアップするってね、これね、えー、大丈夫あの、しっかり見てますからとかいう問題じゃなくて、空港職員が多分高いスーツケースはね、開けて盗むやつが多いんで、えー、いらぬリスクが増えます。あとね、えー 結構、ロストバゲージ、荷物なくなっちゃったとかね、あるいは、えー、荷物チェックインした後に飛行機飛ばなくなりましたとかって言った時に、その荷物がね、スーツケースが高くて荷物も重要なもの入ってるとかっていうと大変です。まあ、諦めてもいいようなスーツケースで、まあ、えー、買えば済むようなものしか入れとかなきゃね、もうロストバゲージとか、えー、あるいは飛行機が飛ばなくて荷物がなかなか戻ってこないって時も諦めちゃった方が旅行はスムーズだなと思いました。 私は幸いね、ロストバゲージも、スーツケースが深刻に壊れたこともないんですけど、まあその場合のね、苦労の、苦労とか大変な思いをして解決してるのを見ると、いやむしろこれなくなったら諦めちゃった方が妥当なんじゃねっていうふうにね、思いました。まあそうかといってね、安物は壊れます。ね、もうこれもう使いにくくてしょうがないと。ですから私の場合は定価3万円ぐらいのサムスナイトをバーゲンで買う。大体半額で買えますんでね。 それかあるいはヤフオクでチュークを買うと、ねえー、今、ドイツ製のなんちゃらっていうファスナー型の、えー、スーツケース使ってますけど、多分これ5万ぐらいのやつだったんですけど、えー、ほとんど使ってないやつ、ヤフオクで1万ちょいで買ったんですかね。えー、でも、えー、エティハド航空にファスナーを壊されてね、まあ、次の旅行にはちょっとこれ、ファスナーが怪しいんで使えないなっていう感じです。 そして先ほども言いましたけど、ね、ロストバゲッジとかね、あるいは中開けられて盗まれるとか、えー、それからね、えー、一番厄介なのはチェックインした後で飛行機飛べませんと、荷物がなかなか戻ってこないとかってことあるんで、もうこういうときはね、スーツケース諦めちゃって買い直した方がスムーズなんで、まあ、なくして困るもの、なくなって困るものはもうスーツケースに入れないというのがおすすめです。そして次におすすめの機内持ち込みカバンね。 これ先ほどスーツケースにね、なくなって困るもん入れないってことは、最低限の着替えとかね、なくちゃ困るもの全部機内持ち込みに持っていくんで、ある程度の大きさは必要になります。まあ、ただ、ねあの、リュモアとかビトンの,あの機内持ち込み型のスーツケースはやめた方がいいです。まあ、特に俺はエコノミーに乗らないよと、私はエコノミーに乗りませんって人はね、スーツケースで全然 OK なんですけど、 エコノミーの人はスーツケースだとね、後の方に乗ると入れる場所がなくなったりします。えー、特に最近は LCC のね、LCC との航空価格の影響で、えー、フラッグシップの航空会社もね、えー、荷物、預け入れは有料になってる場合が多いんで、結構機内持ち込みする人多いからね、エコノミーでね、えー、スーツケース持ってる人はね、えー、大抵何人か入れる場所なくてね、チュがデ伝さんが探し回ったり。 え入れる場所なくてうろちょろしたりし,ますしてますんで、あ,あの面倒を考えると、やっぱりえースーツケース型はやめた方がいいなと。私はリュックサックを使ってますま。リュックならね、そのままもう座席の下にも入れられるし、何よりもえ比較的取られにくい、中のものが取られにくいというのがあるんでね、その辺がおすすめです。そして、 両替はどこでするのがお得か、まあ、私はマネーパートナーズというところで両替して、えー、成田あるいは羽田で受け取って使ってます。でこれね、えー、ユーロあるいは、ね、アメリカドルの国へ旅行する人はどこで両替してもね、そんなにでと変わんないんですけど、えー、それ以外の通貨の場合はね、結構な差額があるんで、これ使った方がお得です。 ね、こ随分違うんですよねまず普通に空港で、えー、日本の空港で了解するレート三菱東京 UFJ のレートは、えー、今日現在132円70銭と,、ね、ところが実際のレートは129円79銭なんですねでこの約3円っていうのが、まあえー、銀行の手数料稼ぐ手数料なんですけど ネ、ね、パートナーズの場合は、リアルレートプラス20銭で両替、えー、できますので、まあ、その差額は2円71銭、ねで。アメリカドルの場合2円14銭。まあ、この程度ならね、えー、1000ユーロあるいは1000ドル書いても2000円、3000円なんで、まあ、面倒な思いして、ネーパートナーズとか作らなくていいと思うんですけど、ただ、例えばイギリスポンド、差額10.6円。これ1000ポンドで1万円超えますね。で、オーストラリアドル、ね、えー 1000ドルで7600円,、えー、7, 円ですから7600円でオーストラリアの場合は80円ですから八十円ぐらいですから多分ね1000ドルじゃちょっと心もとないんで、えー、1500円ぐらいあ千五百ドルぐらい買えたとしたはやっぱ1万円超えると、ね、これどういうことかっていうと、えー、ほとんどのね為替の仕組みとしてユーロまたは US が基軸通貨元になっている通貨でね例えばポンドに両替するときは 円をユーロにしてユーロをポンドにするっていう流れが流れをしてポンドに変わってますだからね、えー、ポンドにする時には差額がでかくなるとでオーストラリアドルもそうですねオーストラリアドルは、えー、一旦 US ドルに変わってからオーストラリアに変わってると、ね、これ10%近く違いますからでかいですでだから他の国の通貨も そうなんでね例えば、東南アジアに行くという場合はねドルかユーロにして持ってった方が両替が有利という場合も多いです。ただ、この空港のレートで3円払っちゃって交換してったら全然得にならないんでこのバネーパートナーズのリアルレートプラス20銭で両替できるやつでね両替してユーロまたはドルを持っていくと。 ただ、そうは言っても、今ね、海外ほとんど現金使わないです。現金を使うのは、タクシー代と小銭を払う小さな店、クレジットカードが不調だった時ぐらいです。だからね、1回の滞在で10万円でお通りが来ることが多いと。10万持っときゃともう足んないってことはまずないですね。徹底的に使わないようにすれば、おそらくね1万円でも足りちゃうことが多いですけど、 ただ、ね、レストラン入って2万円の支払いの時にクレジットカードが使えなかったら嫌ですよね。で、クレジットカードが使えないっていうのが、海外の場合よくあって、こっちのカードは問題ないんだけど、相手の操作が間違えてるとか、相手の機械が調子悪いとか、ね、相手の通信状態が良くないとかで、クレジットカードが使えないっていうのはよくあります。それを考えるとね、えー、まあ、小学校はやっぱ現金持ってないと心配なんで、この、 マネーパートナーズ、手続きが面倒じゃないという方は申し込んで使うのをお勧めします。で、まあ、いいよ、マネーパートナーズとか空港で了解するしっていう方は、空港で了解するよりは、えー、クレジットカードのキャッシングを使って現地でそのまま ATM で引き出した方が、レートがいいことが多いです。まあ、ただ、ね、友人店舗の ATM を使わないと故障の時に厄介と。これ銀行の店舗の中にある ATM を使えば、 お金が出てこなかったり、カードが飲み込まれた時に、すぐにね係員を呼んで、今、今、おろしたけど出てこないとかね、カードを飲み込まれたって言って、やり取りをすれば、なんとか解決する可能性がありますけど、そうじゃない場合、人がいないところの ATM で飲み込まれたとかね、お金だけ出てこないって言った時は、もう、諦めるしかなくなっちゃうんで、冷凍がいいんですけど、このやり方はね、やる場所を選ばないとちょっと怖いですね。 あの日本と違って、海外は ATM とかね、えー、キャッシュディスペンサーとか、もう何しろ壊れてる。で、よくあるトラブルで多いのが、えー、お金出てこないけど残高引き落とされてたというのは非常に多いです。で、ここまでは旅行編で、まあ、次は空港からホテルへの移動と。で、この時に、さっきの,あのスーツケースや機内持ち込みのカ,カバンをリモやビトンにした場合は、 バスや電車の移動はやめた方がいいと。これ、よっぽど治安のいい国じゃなければ、まあ、疲れてでかい荷物を持って、しかも高いカバンとスーツケースを持ってると、ね、ひったくってくれとか襲ってくれって言ってるのに等しいですから、まあ、これはね、もういい,いいスーツケースとか、えー、カバンを持ってる場合はもう公共機関は使わないと。まあ、最低タクシー、まあ、できればホテルの送迎を使った方がいいです。で移動は タクシーが基本でまあ、2人以上で旅する場合はまあ、タクシーが妥当な移動手段ね。ただタクシーがトラブルの元になる年もありますでねこれねまあバスとか電車で家族4人とかでねまあよく移動しているのを見るんですけどなぜバスを使うかみたいなね 例えばバス4人乗ると1人割引になったと、ね、1000円も違わねえんじゃねえのっていうのでバスを使ってたりするんですけどあれ意味がわかんないですね、えー、複数の移動の時はやっぱりほとんどの場合タクシーがいいんじゃないかなと思いますでまあ私は1人で旅してるのもあるんですけどまあバスでの移動がメインになる都市としては、まあ、パリ、ねえーまあ、シャルド・ゴールからパリ次第、ね、バス 直通バス、旧、えー、フ・エール・フランスバス、ルーバス、ダイレクト、またはロワシーバスで、えー、シャルル・ド・ゴールから外旋門かオペラ座に移動して、そこからウーバーというのが、ねまあ、妥当かなという感じです。で、タクシーはトラブルが多いんでね、定額になったということなんですけど、ただ定額になったはずが、追加料金を捉らたという報告もちらほらあるんで。 まあタクシーでもいいんだけど、まあ、別に直通バス、ねえー、でプラスウーバーの方が安いしスムーズかなという気がしますでなぜね、えー、パリ初心者向けの旅行者ガイドで電車での移動が書いてあるのか不思議なんですけど、まあ、はっきり言って電車は全くお勧めできないですねあのパリのシャルル・ド・ゴールから市内に向かう電車ははっきり言って危ないです。で 取られなくてもね、なんか物売りは来るわ、金恵んでくれっていうのは来るわで鬱陶しいしね、まあ、電車はもう走ってないぐらいに思った方がいいと思います。だからメインはこのね、えー、外星門とエッフェル塔に直通のル、えーバスダイレクト。で、ロワッシーバス。これオペラー座に行くんですけど、混んでることが多いで。たまにね、空港でね、待ってても全然20分に1本来るはずが来ないとかいう報告がありました。 で私も、ね、帰りはこのロワッシーバス使おうかなと思ってちょっと場所を確認しに行ったんですけどすんごい行列できててねやっぱり使うのやめようかなと思いましたすごい混んでますでウーバーウーバー非常に便利でよく使ってるんですけどただウーバーは空港から市内まで使うのはすごい使いにくいですっていうのが えー、タクシーとの兼ね合いだと思うんですけど、ウーバーの乗り場がね、えー、なんか第二駐車場とかね、国内ターミナルの駐車場とかね、あるいは海外ターミナルの駐車場とかね、えー、それぞれもうどっかに決まっていて、でそれがちゃんと案内されてないと、えー、オーストラリアだかどっかね、親切にウーバーのアプリを立ち上げたら、親切に案内してくれてんなと思ったらね、全然違う場所を案内してたりとかね。 ウーバーで呼んだらね、電話かかってきてね、で、まあ、要は、あんまり近いから行きたくないっていうことなんでしょうね。なんか理由つけて断るとか。まあ、ウーバーもね、国によって、年によっては、たちの悪いやつ多いんで、特に空港は乗りにくいし、たちの悪いやつ多いしね、うん、空港から街中の移動はウーバーは使いにくいですね。使わない方がいいです。多分ねあね、嫌になります。探して、乗り場探したり、あっちとこっちでやってるので嫌になります。 ね、帰りにただ、ホテルから空港まではウーバーはいいですね。まあ、ホテルで、えー、来て、そのまま黙って乗ってら空港行ってね、料金はもう予約した時に決まってるわけですから、これおすすめです。ね、だから、空港から、えー、市内まではウーバーは使えない。でも、それ以外のケースは、えー、ウーバーが、えー、使えるんだったら、まあ、バスだの、タクシーだの、電車だの乗らずに、ウーバーで押し通しちゃった方が、多分旅行は快適かなと。 私もできるだけそうしてます。ただし、大都市で5つ星ホテルに泊まるなら、もう空港送迎を頼んだ方が快適です。待っててくれるしね、えー。空港のタクシーに乗ると、いいタクシーなのか、ボロタクシーか分かんないですけど、まあ5つ星のね、えー、1泊10万もするホテルに泊まって、まあボロタクシーで乗り付けるのはあんまりかっこいいもんでもないんでね、えー、まあ5つ星ホテルに泊まる予算があるなら、空港送迎も頼んじゃった方が快適です。 でパリは、ね、今いて、まあ、ちょっとバスが使いにくかったら乗り場があれだよ、えー、渋滞もあるしとか、いろいろ複雑なんで、でも次来るとき忘れないようにということで、詳しく書きましたけど、他はサクッと、ね、まずモナコ。モナコは、えー、やっぱバスで行けるんですけど、さすがモナコ、ここだけヘリコプターという選択肢もあると。まあ、大抵の空港からね、えー、カジノがあるところだったら、いいカジノまでとか、ホテルまでは 一応、ヘリコプターの送迎はあるんですけど、普通の人が気軽に使えるような金額では提供してないです。ところが、モナンコだけは2万円もしない金額でね、ヘリコプターで空港からモナコまで行けると、ヘリコプターの乗り場からはホテルまでシャトルバスで連れて行ってくれるで。しかも、バスだとだいたい1時間、45分か1時間かかるところ、ヘリコプターだと7分。 でしかもコートダジュールのね、いい景色を空から眺められると。高所恐怖症じゃない人は、ね、ヘリコプターおすすめです、モナゴの場合は。で、ニースとビルバオも、まあ、バスでまあ、問題なく行ける。で、電車の移動がメインになる都市、ロンドン、ね、ヒーストローエクスプレスで、そこからウーバーかなと。ヒススローエクスプレスはね、空いてるし快適でいいですね。で、マドリード、ね、 確か4ユーロぐらいで、ね、空港からまあ1回乗り換えするんだけど乗り換えも楽にできるし電車も空いてるし駅は広いし、まあ、マドリードは、ね、すごい空港から街中へのアクセスが安くてよかったですでタクシーで移動しても安いとしてもタクシー一択っ,ってことですね,これねバンコク まあバンコク、タクシーぼったくり多いですけど、まあ、ぼったくらいってもね、本当のぼったくりじゃなくて、俺はこの値段じゃなきゃ行きたくないっていうね、なんて言うんですかね、えー、正しいぼったくりというか、えー、勝手に運転手が決めた適正価格を、えー、言ってるだけなんで、ぼったくら相てもなお安いから、まあ、バンコクはタクシーでいいんじゃないのと混んでますけどね。で、バルセロナ、マドリード、ねえー、マドリードは電車快適なんですけど、タクシー代も安いです、スペインは。 で、イラクリオン、ハニア、これギリシャですけど、クレタと、まあこれで、ね、タクシー、定額でちょっと高いんですけど、ちょっと高いんですけど安いんですって変な日本語ですけど、ちょっと高いんですけど、定額で安いです、ねえー。バスがそれほど安くないってことですね、大変な割には。で、ホテルに送迎を頼んだ方がいい良い都市、ね。これはタクシーのぼったくりが尋常じゃない都市ですね。えー、先ほどのバンコクは、 例えば2000円以下のはずなのに5000円請求するとか、ねえー、標準的な日本人にとってはどうでもいいぼったくりなんですけど、まあ、プーケットとかはね、えー、あるいはこのベトナムのダナンとかハノイだとあの、適正価格がね、1000円なのに1万円とか2万円とか請求しますからね、これはもうどうかしてますね。 で旅行行ってね、いきなりそんな目にぶち当たっても嫌な気分になるし、もう何しろ空港のタクシーの客引きがうるさすぎるんで、もうホテルに送迎を頼んだほうがいいです。それと最後に、海外旅行に不要な持ち物。これ自分が持ってきちゃっても、次は持っていかないことにしようと、今、決意を新たにした持ち物。まあ、これの美貌録のためにこの動画を作ったと言っても過言じゃないんですけど、まずワイングラス。 これ前回持ってて今回はやめました。邪魔だし割れんの心配だし割れないように梱包するの大変なんでね。ただ、いいワイングラスなくても、別にね、いいワイングラスなかったら普通のコップで安いワイン飲んでらいいだけの話ですし、高いワイン飲みたかったらワインバーカー、レストラン行けん,んで、ワイングラスなくてもやっぱ全然 OK だったら、もう持ち歩くのやめようと思いました。で、ゴルフボール。 ゴルフやるかもしれないからって言ってタイトリストのいいボール持ってるんですけど、これね、やっぱやんない場合に重いんで、やっぱりこれは普通にゴルフやるときはその場で買った方がいいなと思いました。もうゴルフボール、ね、持ってくるのやめようと。あと日本にいるときも滅多に着ないんだけど、寒かったら着ようとかね、暑かったら着ようっていう服。 これやっぱり使わないんでいらなかったですね。てか、めったに木ナイフ、これね、旅行に持ってくるのが不要じゃなくて、捨てちゃった方がいいなと思いました。あと予備の水着もそうですね。結局、えー、プールも海も一度も入んなかったんで、予備どころか水着がいるかどうかが微妙だったと。まあ、せめて1個でよかったなと。予備までいらなかったなということでね。この辺は。 不要、ね。使うかもしれないものはいらないと。これ旅行に限らず、持ち物としてそうですね、えー。使うかもしれない。それはなくてもいいんで、いらないなと思いました。で逆に、海外旅行にあった方がいいものと。シャンパンストッパー。ね、これね、前回持ってきて、やっぱなくてもいいかなと思ってやめちゃったんですけど、 日本だったらシャンパンあげてもね、えー、すぐ1本飲みきってしまいますけど旅行に来てるときはそういえばねシャンパンだけじゃなくて他の酒も飲んでるんでそこに開けちゃったからって1本飲むとかなりダメージがありますというか翌日台無しになりますそんなわけでね、えー、シャンパンストッパーはあった方がいいなとこれを持ってるゃね2日3日に分けて飲めるんで、まあ、次回は持ってこようと思いましたね だと、いらないようで持ってきてて、やっぱり良かったなと思ったらソない、ソムリエナイフル、ソムリエナイフ、オープナーですね。これやっぱね、あの、部屋とかホテルとかでも貸してくれるんですけど、置いてあるんですけど、いいのは置いてないんで、やっぱ自分が使えないと使いやすいやつじゃないとね、開けにくいんで、これやっぱり持つべきだなと。あと、忘れちゃいけない電源延長ケーブルと AC アダプター。ね、これはまず、えー、延長ケーブル、ねえー、コンセントの位置がね、えー、ちょうどいいとこにあるとは限らない。 あるいは、いや、ちょうどいいところにあるケースはめったにないんで、やっぱ延長ケーブルあった方がいいな。あと AC アダプター。それからポケフィー、これはモバイル Wi-Fi のね、世界中使えるってやつですけど、ポケフィー自体にね、気に食わない点とか、トラブルもありますけど、まあ、そうは言っても、やっぱこれの便利さにかなうものはないなと。何しろね、世界中どこ行っても、インターネットが繋がらないときを除いては繋がるんで、まあ、ガイドブックとかいらないということなんでね。 まあと,あとヨーロッパ旅行するならおしゃれな服あとねジ、えー、G、パンいらなかったジーパン持ってないですけどねジーパンなぜなぜ日本人ジーパン履いてんのってぐらいジーパン率が高くてまあ何ですかね、まあ、ハリウッドのセレブか、まあ、こっちの方ですごいスタイルいい人はジーパンでもねなかなかゴージャスというか品があっていい感じなんですけど。 日本人が普通にジーパン履くと旅行者丸出しでね、まあ、かっこよくもないし入れる店が限られちゃうしなぜジ、ね、ーパンを履くのかが意味不明、ね、でおしゃれな服が逆に必要ヨーロッパの都市ってそうなんかねポロシャツとか T シャツとか着てるのは大体旅行者で現地の人は大体シャツでおしゃれな格好してるんでやっぱそういう格好しないとなんか レストランにも入りにくい感じの店が割と多いんでヨーロッパ旅行するのはね、えー、ポロシャツとか T シャツあんま持ってこなくていいからもうちょんおしゃれな服を持ってこようと思いましたあとアジアを旅行するなら虫よけ虫刺されの薬と、ね、なぜアジアの人あんなにカモいっぱいいるのにね虫よけねえんだってぐらいね えー、薬局入っても虫除けあったかなって感じでね日本のように豊富に虫除けの種類ないし支えた時の薬もね、えー、なんか意味不明なこれつけて肌荒れすんじゃねえのってんのしかないんで、まあ、虫除け虫支えの薬というあたりは持ってた方がいいかなという感じです、まあ、この旅行の記事や動画にどのぐらいの需要があるか分かりませんけど、まあ、そこもうちょっと突っ込んで知りたいとか、ね、こういうのどうでしょうというのがあればねまた作ってみたいと思います こんな旅行ばっかりしながら暮らせる何やってんのというので、ね、Amazon 輸出に取り組むと世界一周しながら暮らせるようになる近道です気になる方こちらにメールアドレスとお名前を入力して登録ボタンを押してください無料で Amazon 輸出メールセミナーが届きます以上天板アカデミー堀秀夫でした